2015年1月クールドラマ総括その3、はい、今度は日本テレビ系列、はい、ああ、うん、学校の階段良かったですね。はははは、あのなんかやっぱり平和ですね。もうなんか先が読めてくるというか、もう一つ一つ一人ずつ備えにこうようなっていけへんやろうと思うんですけど、うんうん、でどん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 味方につき、もう見えてるだけにね、もう分かりやすいし、うんうんうん、見やすかったというか、うん、ただあの思ったほどこう最後に向けて、はい、まあ数字的な盛り上がりがなくって、うん、最終回 8.3、 あの平均では 9.3、うん、2桁届かず、ね、はい、最高でも 10.6 で、これが2話と4話やから、はい、やっぱり最初の方はね、うん、かなり興味を持ってっていうのはあったんだけど、ただまあ視聴率が最高で 10% 台っていうのも厳しいところ、基本がパターン一緒ですからね、うん、こう演説をして味方につけてっていうパターンなんで、うん、やっぱ一回飛んでもまあええかみたいなのがあったりしますんでね、まあうん、でまあ一番気になったのは、実はこの学校の怪談最初ヒロインにあの能年レナがほぼ決まってた、はい、でももう高校生役っていうのは勘弁みたいなことがあって、はいはいはい、まあ事務所サイド、まあ、本人の意向もそれあったとは思うんだけど、うん、結構ドタキャンした、はい、でまあ言いながら、うん、映画とかそんなんでは未だに女子高生やってたりするけど、はいはい、まあだからこそもうええと思ったんかもわからへんけど、うん、そういうことで今回まあ蹴ったわけよ、うん、でしゃあないから急遽抜擢したのが広瀬すず、うんうん、よかったよね、よかったですね、すずちゃんね、うん、はい、うん、だから広瀬すずだったから、まあ、新鮮味があったし、はい、こう入り込めたっていう気もするんだけど、うん、でも能年レナでもぴったりハマる役っていう気はしたよね、うん、そうですね、うん、あその方が話題性としてあっても数字も上がったのかなっていう気もしますけどね、そうそう、うん、まあ、アマちゃん以来ね、はい、ピタッてくる役になかなか巡り会えなかった能年レナ、まあ言ってみれば、うん、彼女に合わせてこの作品を考えたっていうところ、当然日テレにはあって、はい、満を持してと思ったら、はい、これ焦った、まあある意味能年レナこれで日テレの方にはできんかというふうに言われてたりもするんだけど、でもその反面広瀬すずっていうのをね、はい、こう持ってこれたっていうのは大きかった、はい、まあなんといってもね、ソフトバンクの CM とか、うんうん、まあスポンサーもうまくこう持ってこれるっていうことにも当然なったし、はい、ここんとこ一平ちゃんとかね、はいはいはい、焼きそばの、はい、うん、本当に引っ張りだこになってきてる、うんうん、だから広瀬すずサイドとしては日テレにある意味恩義を感じて、うん、またこれからもね、はい、どんどん出てくれるってなったら出てほしいですね、うんうん、あとはもう数字も持ってきてねっていう、うん、頑張ってほしいですね、そこが、うん、で、もう一つが丸々妻、はい、湯川和彦作品っていうことで、はい、家政婦の見たみたいな、うん、それこそ話題作問題作になるかどうかっていうのがあったけど、ねえ、うん、まあいろいろとね面白かったんですけれども、うん、最後がね、うん、ええー、と思ってしまったというか、うん、死んでしまったのっていうのはびっくりしましたけどね、一回目も覚めてね、うん、って言うてるぐらいやから、うん、元気になるんやろうと思いながら、うん、こう久保田正純が病院に戻った時には、うん、白い布が顔にかぶってたじゃないですか、うん、でその横にいてたのがあのお母ちゃんじゃないですか、だからピャって取ってへへへっていうのがあるのかなと、なるほどね、でそのままあ死んじゃったのみたいな感じでしたけどね、バッドエンドにしなければいけなかったっていうのが、はい、で、うん、ある意味湯川和彦の作品って、うん、結構そういう最終回もあるからね、うん、うん、そんな悲劇的に終わらせるっていうのがあるから、はい、うん、そういうことでいくとね、うん、でまあそんな日テレなんだけど、はいはい、富士とか TBS はドラマを一枠減らした、うん、ね、その逆に日テレはなんと新設すると、はい、その名も日曜ドラマ、うん、夜10時半からの1時間でも中途半端なんですね、うん、でコンセプトはね、はい、大人の男性も楽しめて、うん、月曜日の弾みになるドラマ、はい、ということで、うん、第1弾は
エグザイルの TAKAHIRO 主演のワイルドヒーローズ、はい、まあこの前ね戦力外捜査官のスペシャルやってたけど、うん、上手でしたもんね、うん、そういう意味ではかなり期待大なんだけど、はい、まあちなみに日曜日夜10時半といえば、はい、関西の方では読売テレビ制作の大阪ほんわかテレビ、うん、長いことやってますよね。そう、もう22年、はい、一体これがどうなってしまうのか、どうなるんでしょうね。この前なんと大阪の梅田から生中継で重大発表っていうようなことでやってた、はいはいはい、で何事かなって思ったら、まあ、案の定なんだけど、はい、結局は日曜夜10時半は一旦終了するんだけど、4月からは金曜夜7時にゴールデンに昇格。でもあの時間やからほんわかテレビっていうイメージはあるんですけどねまあね、うん、それこそ22年前にね、はい、大阪ほんわかテレビを立ち上げたものの一人としては、うん、まあゴールデンにっていうのはね、うん、そういう喜びをスタッフも感じてるかもしれないけど、うん、でもね、うん、まあ30年続けるんであればゴールデン行かへん方がいいような気がするけど、うん、うん、で金曜日の夜7時となると、はい、カンテレは解決エミチャンネル、関西ローカルの一騎打ちですね。そう、かなり食い合いしそうでね。そうですよね、うん、まあどちらに軍配がっていうことになるけど、うん、ということで、はい、まあ何はともあれ、うん、日本テレビ系列の4月クールドラマ、はい、楽しみにしたいと思いますね。はい、はい。